こんにちは、矢田部です。前回に続いて今日は、二軸の作り方、もっと簡単なのやろうと思います。はい、まあ前回はね、二軸使えてるかどうかチェックも入ってたからね。そうですね。だから、やろうと思うんだけど、二軸のねやり方ね、昔から強いチームってやってんだよ。自然と入ってる、作るのに。あ、そうなんですね。例えばよくさ、ブラジル体操ってやるんだけど、はい、知ってる？あ、知ってます、知ってます。俺ブラジル体操、ブラジルいたけど一回しか見たことないんだよね。全然やってないっていう。やってないですね、はい、こうやってそんなんやってました？やってたんですよ。自分たちはあれです、普通に。ちょっといいよ、待って、はい、徳丸さんのね。いや、もう全然あれ、そんな普通にこうやってこういう感じです。本当？いいじゃない。あー、そうそう、2年しかやってなかった。俺らはだからそういう何、まあ、ブラジルでもそんな感じを見たけど、はい、俺らだけどもう手拍子がまず難しいんですよ。あ、それでもあのできてるチームかっこいいなと思ってましたこうやって。俺何映してんだ今何を映してるんだこれは。え、ごめん、完全に、なんかもうね、もう高校の時の今、ノリが、ノリというか入ってきちゃった、今。確かこんなのあったと思うんだよな。違うかな。なんかすごいですよね、こうやってやるの。でしょ、こうやって、こうやって。こうやって。やってたよ。これを揃えてやるんだよね、こうやって。えちって。やってたよ。あ、はい、はいはいはい。やってたんですけど、俺ブラジルでは1回しか見てないんですよ。あ、ガチでやってるんだって見たのは1回だけですね。衝撃の事実。あの、自分だけかもしれないですけどね。他の人は知りませんよ。俺は一回しか見てない。ただね、統計的に見たら多分かなり少ないはず。やってねえと思うよ、ほとんど。はい、まあ、今の、簡単に。だから、これね、こんな一人でやったら恥ずかしいでしょ？いや、家でやってる分でいいよ。ね、俺がたまにね、ピッピッピー、ピッピッピッピーってあのホイッスルで遊んでっけど、家で。やってます。で、あれ結構面白いんですよ。でも、本題に入ろう。はい、簡単なのはちゃんと二軸っていうのをね、理解していれば、この肩から肩、肩と肩、肩から足までまっすぐ、この形が通ってれば二軸なんだよって話。これをやるためにはこの動き、ボールあったらできるね。はい、これもセレクションの会場でできます。うん、要するに二軸か一軸かのね、見分け方、もう一つはプレーしてる最中にこうやって腰から曲がっちゃうやつは、これ一軸です。はい、肩から足までちゃんと通ってたらこれ曲がんないんですよ。うん、やってみれば分かるんだけど、だからこれをやるためにはここで足元大事かな。上げるじゃないね、ジャンプして寄せんの。はい、この動きですね。だから今のブラジル体操、ボール1個で恥ずかしくなくできるマブテクですね。うん、ね、これやるとどこ行ってもほらボール1個、家でもできるでしょ。これだけね、普通の資材ってただこれだけなんだけど、はい、これにちゃんと寄せる、うん、寄せる、はい、やってみる、はい、できる？徳丸さん今の見ただけで、まあ、徳丸さんできんだよね。ああ、いいっすね、いいっすね。もっと上に、上にジャンプ跳ねなきゃダメ。整える感じ、軸を整えるの。あ、ちょっと分かんない。足、そんであんまりね、まっすぐね、揃えない方がいいから、軽く開けてやってほしい、こうやって。軽く開ける、そうそうそう。そうそうそう。あの、サッカーね、うちで教えてんのは、ね、チンチンが内ももにくっつかないで、ふわっとした状態を保ってほしいんですよ。ね、今の時期ペチャってなっちゃうんで。ペチャってなんないの？確かペチャってなります、ね、汗かいてペチャってなるんで、あのちょっとふわっとさせたままを維持、はい、ね、まあ、あのここで、ね、軽く立つでしょ。だから女の子だと拳1個分ぐらいの幅空いてて、ここのパンツがくっつかないから、これ大事ですよ、ね、二軸以前の問題です。立ち方の話ですね。そうです ね、 ね、で立ち方だけやったってどうせ未来が今ドサクセに負けられて言ってます、うん、大事だから、はい、ね、作戦が。いや、だってさ、どうせうまくなりたくて見てるのに一番肝心なとこ見てないんだったらちゃんと ね、 そうですね、俺のせいみたいになるじゃん。うん、うん、俺のせいだろ。違うよね。だってもう感じのやつ跳ねないから。そうそう、感じのやつ見ないじゃんって。だから俺のせいじゃねえんだよ、はい、だから今ぶち込んでます、はい、ね、ここちょっとね、パンツがこうやってくっついてるのが下手くそ、これが開いてるとうまいやつ、この状態でね、
タンタン、もうこれだけでほら戦えそうでしょ、こうやってシュッシュッて。お、確かに。でしょ、だからこれが大事なんですよ。そうすると何が起きるかって、肩閉じてた子が開く。そうするとブランコのほらね、支えはまね真下に伸びてるでしょ、はい、あの感じになるのダメなんだよ、うん、ね、はあ、二軸でどうのこうのってね、二軸で止めればとか言う前に二軸の作り方をやっぱマスターしていかないと、はい、まあなんか俺すげえ向こうにいいパス出してんじゃねえの俺そうですね、結構よそのチャンネルにパス出しちゃってる。まあまあいいんじゃないですか。まあ、言葉だけをねなんか拾ってると気になってしょうがないから俺も、はい、で今日も告知です。オンラインサロン、大変好評をもらってます、はい、ね、有料のオンラインサロンの方だと、実際に、Zoom で顔を合わせて、または、食事会とかもね、いろんな各地でやります、はい、ね、最近の動き見たら分かるでしょ、俺あちこちにいるんですよ平気で日本中いますね。飛んでますね。飛んでますね。飛んでるっつうか走ってますけどね、車でね自ら運転してますよ。これね誤解されるんですよ。徳丸さんや大石さん運転してるんじゃないかって、一切してくれないですからね俺自分で運転してます。しません。これ言っておかないとダメなんだよ、はい、あのみんなね、いや俺どうせ寝てるんじゃねえのって、いや寝てねえよって運転してんだよっていうね、言っとかないと誤解がねあるからね。まあ人一倍運転してますね。あのね、誰よりも走ってますね、はい、そういった形で Zoom での定例会で食事会だとかそういうのもやろうと思ってますね。今コロナなのでもうちょっとかな、はい、年内ディナーショーできるといいね。そうですね。ディナーショーやるのできたらディナーショー目的でオンラインサロン入る人いない。それがどうこうよりも実際にやっぱり顔を合わせてる、人のお子さんの方がそういう会場行った時にもねパッと分かりやすいし、いろんな意味でひいきするよと俺はっきり言ってます。だって顔分かってる子はひいきするよ ね、はい、ね、ちゃんとだってコミュニケーション取ってたらひいきするんだよ、うん、だっていい意味でちゃんと見てあげたいもん。だから あとは、自主練だとかもねバンバンねそこでね、毎日のように上げてもらって全然構わないんだよ、俺ちゃんと見てるから、はい、俺オンラインサロン超マメだよね。マメですね。マメすぎるよね、はい、あのレッスン早いよね。早いです。超早いよね、うん、あのブログだとかメールより超早いですからね、その場ですからだってスマホでできてしまうからもうとんでもねえなと思ってたけど、はい、まあだからそういった意味で使い方はまだまだ無限大です。というよりあの自分と密になっていくって形の方がね、やっぱりその子の状態も常に把握してるっていうのも大きい。そうですね。ね、そういった形で、定期的に行くスクールなんかも各地域で久しぶりな感じがしなくなると、はい、それも大きい、うん、本人たちの刺激も常にあると、ね、で子供たちもまめに、まさかね、だってお父さんお母さんだけだと思うでしょ、 Zoom 定例会ちゃんと後ろにみんな揃いますからね子供たちいましたね。いますよね、はい、で喋りだけだと思うでしょ、違うんですよ、俺もそのつもりだった、でもねまさかのボール持ってきてなんか始めるんですよね修正するんですよ話で、これが気になるって言ったらね、はい、面白いよね、顔合わせて ね、なので、そちらもお待ちしております。で全国の展開のスクールも、月額7,700円ね、これはまあ税込みですね。で、あちこち行き放題、これは面白いですよ、うん、ね、行き放題で毎日だから、ね、月火水木金土日やってる場所行ったらユニフォームさえ着てれば練習着ね、それさえ着てればもうフリーパスですから、はい、もうねバンバンやりましょうゲーム、うん、であの俺や徳丸さんとか以外は教えないと、はい、いうことがもう絶対条件で、現地行ったらやってもらえるので、安心して、嫌な思いせずにゲームを楽しんでもらえば、はい、あの修正はいつでもできます。それこそオンラインサロンでこれ動画撮って俺に送ってみ、俺修正するからすぐそんなの、うん、まあそういった部分でぜひあのねコミュニケーションを取る場と思ってもらえれば、構いません、このまんまです、はい、ね、実際会ってもこのまんまなんですねって言われることが多いです、うん、ね、そうですね、まあね本当に困ってる人に届けばいいなと思ってるので、ぜひ一緒に楽しんで本当に上手くなるっていうね、ちょっといろんなしがらみ今後変えていければいいなと思って、日本人で頑張ります、ね、なんか選挙演説みたいになってますね、一票ね、清き一票くださいね、あのねスクールであっち行っちゃダメこっち行っちゃダメってね、特にねそう古いね、おじさんたち言ってるみたいなんだけど、くだらねえからプライベートにまでね口出させるのね、うん、あの無視して来てください、まず来てみ、あの世界変わるから、迷ったら来てほしいな、まず一回ね触れてみてください、何が本当で何が合ってるかっていうのは肌で感じるもんです、はい、もうこれだけ言っときます、ね、最後は長くなりました、ぜひねチャンネル登録、ね、して新しい情報を仕入れてください。ということでチャンネル登録お願いします。